ごい大規模。カメラ屋、カメノイバス。あれ。右手の目を引く建物は複合施設ビーコンプラザでございます。各種イベント、コンサートなどに利用されております。大分市出身建築家。いつの間にか地獄温泉巡りが始まりました。まずは海地獄から。こちらの池には熱帯性の睡蓮やオオニホスが浮かべられます。現在は浮かべられていないのですが、寒い間はですね温泉の熱を利用して温められた温室で栽培されております。夏の時期になりますと暖かくなりますので、こちらの池に浮かべられます。海のような美しいコバルトブルーに見えることから海地獄と呼ばれております。温度は98度ございまして、温泉成分には硫酸鉄が多く含まれております。あ、電気が超見える。やばい電気。ほら、行けなかった神社だ。うん、失礼します。ちょっとせっかくだから参拝していこう。あ、いい、綺麗、綺麗、キラキラしてるよ、ね、しかもなんかあのあれが来る、あのなんか脇の、あ、水しぶき。あ、そう、うん、お湯しぶきかな。うわうわ、全然見えない。すごい濃厚だなこれ。ここなんかめっちゃ綺麗、明るさがちょうどよくて映りがいい、うん。現在は温室でハスの栽培をされているそうです。超あったかい。もういいです、ここでいいです。僕ここで3時間過ごしました。ね、あったかい。これ子供乗れんだね。20キロの子なら乗れるって言ってたもん ね。もうちょっと育つんじゃない。俺3倍以上あるから無理だ。なんだっけ、赤池だっけ。赤池、鬼石切坊主地獄に行ってきます。2カ所目。そう、お鬼の高いびき来ましたね。うん、もう見えない見えないよすごいよ。うん、鬼石坊主地獄。うん、坊主地獄でございます。温度は98度ございまして、熱の泥が沸騰する様子が坊主頭のように見えることから坊主地獄と呼ばれております。取りやすい。こちらがですね2カ所目の池でございまして、この池が一番近くで見ることができます。3カ所目はかまど地獄へ行ってきます。90度。あ、でもすごい見えるね今日。こんな見えなかったね。うん、すごいバシャバシャしてる。はい、どうぞ。こちら4丁目で実験を行っておきま、いきます。計画を待ちでお越しのお客様はどうぞ4丁目の周りで実験をご覧ください。煙をね、そこにかけるだけの簡単な実験です。白い湯煙がたくさん見えるようになります。こんな感じです。ね、急に増えて見えてきますが、なぜかというとこの煙をかける前から水蒸気がたくさん上がってるんですが、粒がとても小さくて透明なので普段は見えていないだけなんですね。今ご覧いただいたこれが、本当の水蒸気の量でして、普段は全然粒が小さくて見えないんです。うわどうでしょうか。うわ、すごい。ずっとここだってこっちにやってきてます。お肌がいいのでどんどん浴びていてくださいね。煙がなくなったら元に戻っていきます。
います。雨がいっぱい降るとまだ透明になります。さあ緑色になります。あと池には藻が生えてますのでね。見るからに熱そうなお湯の色になってます。本当だ。こちら6頭目の地下には赤い粘土や黒い粘土がたくさんあるんで、お湯と一緒に、混ざってくれるのでね、こんな色になってます。あ、しかもこれもやってくれてる、おお、やったら何でもいいで、うわすごい、こんなに色があるわけで、こんなに出てんの、うん、それを見るために、あ、めっちゃ映る、めっちゃ映る、あ、そっちが見えない、99.1 度、あ、こんな感じなんだね。すごい静かだよね。怖い、マジだな、大変多いでしょう。マジで、あ、飛んだ。こちらは白池地獄でございます。温度は95度ございまして、筋は透明ですが、温度と圧力の低下により青白く変化いたします。結構綺麗な白に近い青白い池の色をしております。こちらの地獄では温泉の熱を利用して熱帯魚を飼育しております。このような水族館は国内で唯一と言われております。あ、あったんだね。すごい大きいよ。国指定名活名所か、マンボウみたいだね。でも歯は大変なことになってるんですよ、観光客で。え、ピラニア、本物温泉の湯煙の景観は NHK による21世紀に残したい日本の風景で別府の湯煙として第2位に選ばれました。第1位は富士山、第3位は函館の夜景でございます。なんか本物に来た、急すぎて反応できない。このように時間を置いて7分から8分ほど仕上がっております。ついに来たね。血の池地獄は温度が78度で、7つの地獄温泉の中で一番温度が低い地獄なんだって。足湯はなかなか温度が高くて、すごく冬にはいい温度感でした。血の池地獄の一番深いところは約30メートル以上あって、粘土だから最深部は不明なんだって。はい、全部回ったよ。あ、やったー、ついに。やりましたね。